水仙は、新日本海フェリーが運行しているフェリー。船名は、福井県の県下である水仙に由来する。本項目では2012年就航の二代目を取り扱う。先代のスズラン、水仙の大仙として、両船のスズランと共に、三菱重工業長崎造船所で建造された。高野木工場で、フェリーが建造されるのは、本船が初で、二隻同時建造。 二隻同時の浸水命名式実施も初であった。2012年6月14日に新日本海フェリーに引き渡され、6月20日、苫小牧東、港発の南行便で、鶴が苫小牧東港航路に就航した。2003年に建造された浜那須、赤市、あの順道系船で、全長、全幅などは同一である。 推進機は引き続き CRP ポッド推進を採用しているが、公開距離と所要時間のバランスから、公開速力は27.5ノットと抑えられている。環境性能が強化されており、先代のスズラン、水仙と比較して二酸化炭素排出量を25%、窒素酸化物排出量を40%削減した。一方で、 トラック積載能力は30%増加したほか、二等船室をすべて寝台化、露天風呂を設置するなど、旅客設備も強化されている。後期短縮のため船体ブロックを大型化しており、船体ブロック数は設計のベースとなった浜ナス、赤市、あの146ブロックから68ブロックへ半減した。祭りやオープンカフェに合わせたかのような心弾む船内を、 インテリアコンセプトとしている。2020年のドッグリジには SOX スクラバーを搭載し、ファンネルが大型のものに交換され、胴体の新日本海のロゴがクルージングリゾートに書き換えられた。二等船室の大部屋は廃止され、階段付きの二段寝台に変更された。教職、物販設備入浴設備オープンスペース娯楽設備2015年11月15日。 17時48分ごろ、苫小牧港へ向かっていた元船は、津軽海峡を航行中、江山三崎東大の東南、約2.2カ里の地点で、漁船第38滝丸と衝突した。本船の右舷船首部が、第38滝丸の左舷船首部に衝突。本船は右舷船首部に、作家賞を生じ、第38滝丸は、船首部に大損などを生じた。本船は、 衝突を認識しておらず、海上保安庁からの紹介及び船体への塗料の付着で衝突が判明した。事故原因は、北東へ航行する元船が、左点中、見張り不十分で、第38滝丸の選手砲を横切ることができると、考えて航行したこと、第38滝丸は、本船が、船尾方を飛行うと考え、衝突回避の協力動作を取らなかったため、とされた。 ありがとうございます。